はい、よろしくお願いします。今回は中学校古文の各時代の代表作品についてやっていきます。で、奈良、平安、鎌倉、江戸と分かれてるんですけど、まあ有名な作品をね、こうやって穴埋めにしてあります。まあなんとか物語なんて書いてありますけど、なので、できそうな方はね、ぜひ一回動画を止めてやってみてください。で、この動画の使い方なんですが、まず、ここは作品名こうやってテストができますよね。で、動画早送りしてもらったりとか、この後見てもらったら全部自分が埋めるので、丸付けしてもらえたらと思うんですけど、逆に、作者を覚えたいという方もいらっしゃると思うので、動画全部終わった最後に、作者の方を消します。消して、動画を終わる形にしますので、もし、この作者の方をテストしたい方は、動画をね、最後の方に早送りしてもらって、で、ここが埋まってない状態。で、テストしてもらって動画を巻き戻しする感じで、ぜひね、使ってもらえたらと思います。ちょっとごちゃごちゃね、この辺書いたりしますけど、まあ、それは気になさらずお願いします。じゃあ、早速ね、奈良から行きましょう。で、ちょっと情報が多いんで、自分もちょっと確認しながらやるんでね、ちょっと間ができるかもしれないけど、ごめんね。で、まず奈良から始まります。で、ここは、奈良からスタートしてるっていうこともあるので、まあ、全部最も古いホニャララっていう言い方をするんですが、まず、一番右です。作者、これ、王の安麻呂って言います。王の安麻呂。王の字は太いっていう字ね。で、ここの作品名が、これ消えちゃうかな。こうですね。古事記と言います。古事記。で、これが、参考書にもよるんですけど、最も古い歴史書って言われてます。ただし、ものによっては最も古い歴史はこっちって言われることもあるので、ちょっと難しいともなんですが、基本的に古事記に関しては、神話、神様の話とか、伝説の話なんかを集めてます。だから神話伝説っていう、まあ書物、最も古い書物って言われ方をすることもあるんですけど、まあ古いんだよって感じで覚えてください。ひとまず古事記って言うと、王の安麻呂ですね。で、神話、神様の話とか、伝説の話を集めてます。で、次が、これ、トネリ親王って言います。トネリ親王、これね。で、ラっていうのは、トネリ親王が中心だよっていう名前を覚えてもらって、いろんな人が関わってると思ってください。で、これが、手がな、ちょっと待ってね。日本書紀です。で、気をつけてほしいのは、日本書紀の紀は糸編ね。古事記とか他にも記ありますけど、は言編なんですが、日本書紀、糸編になりますんで、漢字ミスらないように気をつけてください。で、これが、まあよく言われるのが、まあ最も古い歴史書。で、基本的に、まあ天皇が命令して作らせたもので一番古いなんて言われ方をします。まあこれは古事記、そして日本書紀ですね。で、次はよく聞いたことあると思います。先書いちゃおうか。ここが、万に、葉っぱに集で、万葉集です。万葉集。で、これが、大友のやかもちって言います。大友のやかもちです。で、らっていうのは中心になったのが、大友のやかもちなんですが、いろんな人が関わってるよっていう感じ。で、このほにゃらら集、今回3つ、他にもあるんですけど、集が3つあるんですよ。で、この集3つが、三大和歌集って言います。まあ、和歌を集めたものです。三大和歌集。以前ね、三大随筆っていう話をしたんですが、三大随筆と三大和歌集はジャンルで覚えておきましょう。その三つはね。その一つ目。で、奈良にあるから最も古い和歌集です。あ、これ歌集か。まあ、歌集めたものですね。ごめんね。歌集ですね。だからひとまず奈良は古事記と日本書紀と万葉集。これを覚えておきましょう。で、続いて平安ですね。で、まず、ここ不明なんですよ、1個目。ただ、最古、最も古い物語っていうキーワードです。で、これも、有名ですね。竹取物語です。これそのうちね、作品やろうと思いますけど、竹取物語。これが平安に始まり、平安に入ります。で、次は作者から行きましょう。紫式部です。まあ、自分がよく清少納言と混ざらないようにねっていう紫式部なんですが、この人が、ごめん、書いたものが、源氏物語と言います。源氏物語です。いいかな？
で、次と次は、両方ともこれ、木の貫之って言うんですけど、まあ、こっちはね、木の貫之が中心になったものなんですが、まず木の貫之が書いた日記です。これが、これで、土佐日記って言います。土佐日記。これが木の貫之。で、もう一個ですね。まあ、木の貫之が中心となった、まあ、州ですね。が、古いに、今、で、古今和歌集って言います。古いに今で古今って読むんですけど、古今和歌集です。で、これはまあ名前にね、和歌集って入ってるんですが、まあ、さっきね、最も古い歌集がこれって言いました。万葉集ね。で、古今和歌集でちょっと覚えてほしいキーワードがあって、最も割とね、最初の直線和歌集って言います。直線和歌集。で、この直線和歌って何かっていうと、天皇が命令して、まあ、作った和歌集なんです。の一番最初のもの。その後いっぱい出てくるんですけど、の1個目。で、まあ、三大歌集のまた一つでもあるので、それもね、万葉集、古今和歌集。で、最後出てくるこいつをセットね、覚えちゃってください。で、平安ラストですね。まあ、これ、清少納言やりました。綺麗な枕で寝たいよねってやつです。だから、綺麗な清少の姓で、枕だから、枕から始まって、枕の草子ですね。これが清少納言。で、この平安はすごく多いんです、作品が。で、ひとまず、この5個はまず覚えておきましょう。竹取物語、源氏物語、土佐日記、古今和歌集に枕草子です。で、下がちょっと入るから、少しおまけで書こうかな。まあ、作者、まあ、いいか。このね、例えば、どういう風に出されるかっていうと、竹取物語と同じ時代に作られたものを、あから絵から選べなさいみたいな、風に出されたりします。そういう時にこうやってセットで時代ごとに覚えておくといけるんですけど、あとは何個書こうかな。例えば、ちょっと横書きでごめんね。伊勢物語。これも有名なんですけど、作者不明がなんですか。伊勢物語とかも平安に入ったりとか、あと、この字に、こう書いて、さらしなって言います、これで。さらしな。で、さらしな、日記。とかも、ここに入ります、平安に。あと、今に昔って書いて、今昔って読むんですけど、今昔物語とかもここです。ちょっと情報かなり詰め込んで申し訳ないんですが、まあ、もし余裕があればそっちの方も。伊勢とか、さらしな日記とか、今昔物語とかも入ります。ごめんね。で、次に鎌倉です。で、ここは、まあ、鎌倉と室町がセットになって、まあ、中世って言い方をするんですけど、ただ、今回取り上げてるものが4つ全部鎌倉なので、鎌倉って書いちゃったんですが、まあ、鎌倉、室町ってセットになってるものもあるかと思います。では、1個目、行きましょう。はい、作者。これ、鴨の長明と言います。鴨の長明。で、作品名が木がありますね。これ、宝城記って言います。宝城記。これ、鴨の長明とセットで覚えてください。で、次、健康法師ですね。これも以前やりました。生徒が自然の草を食べて、あ、草じゃねえや。待って。間違った。あ、いいんだ。待って。ごめん。草を食べて健康になったらね。え、つれずれ草です。で、基本的に健康法師って覚え方をするんですが、まあ、ものによっては吉田健康ってね、書いてあるものもあるかと思うんですけど、まあ、同じなので、どちらでも構わないです。自分は健康法師で言っちゃうんですけど。で、ここで、宝城記と、つれづれ草が出てきました。まあ、ここはあと並べてるんですけど、枕草子、宝城記、つれづれ草。一応書いておくか。これがね、三大随筆ってやつです。これはジャンルで必ず覚えておきましょう。三大随筆ね。この三つがセットです。で、鎌倉次。まあ、次ね、不明なんで書いちゃったんですけど、これ平家物語です。平家物語ね。
が不明であって、で、もう一個、最後が、これ読み方が2パターンあって、この人。藤原の定家って読むときと、藤原の定家って読む。まあ、両方あります。自分定家で読んじゃうんですけど、まあ、藤原の定家が書いた、で、集ですね。で、これが、ここ、古今和歌集だったでしょ。それに、新がつくだけです。ちょっと入るかな。新しいの新ね。新、古今和歌集と言います。で、これで3つ揃った。万葉集、古今和歌集、新古今和歌集。これが三大歌集と、あ、これ三大和歌集って言われます。新古今とセットね。で、鎌倉に関しても、まあ、他にもいろいろあるんですけど、一応、一個書いとくか。まあ、自分が個人的にね、割りかし出やすいかなと思うのが、漢字間違わないでしょ、宇治、周囲、物語、これで宇治周囲物語って言うんですけど、これも、割りかし出るかな、作者不明なんですけど、鎌倉では出てきやすいかなというイメージです。ごめんね、イメージで話して申し訳ないんですけど、まあ、よかったら覚えておいてください。宇治周囲物語って言います、これで。はい、ということで最後江戸ですね。で、4つ目が、まずここヒントなしなんですけど、まあ松尾芭蕉です。でもね、芭蕉が来たら奥の細道ですね。もうこれはもうすごく有名で、まあ全部有名なんですけど、この中でももうトップクラスに有名な松尾芭蕉、奥の細道、これ必ず覚えておきましょう。で、塾講師やってる時の印象ですけど、芭蕉の漢字ね、これ結構、ま、逆に書く方がいるんですよね。商売になってるみたいな。そう、これ気をつけてね。松尾芭蕉、こっちの順番なんで。まあ芭蕉の蕉の下、あの草冠の下が焦点の章と同じなんで、理科とかで出てくる、あの光のとこでね。だからそっちでイメージしてくれると、まあ間違いにくいかなとは思います。で、次がこれで伊原西鶴って言います。伊原西鶴で、伊原西鶴はこれ最後陽の字が入るんですけど、世間胸、算数の算で、世間胸三様って言います。世間胸三様です。で、これが伊原西鶴で、実は西鶴はもう一個あって、日本永代蔵っていうのもあります。日本永代蔵で、それもここに入る、もちろん江戸にね。ちょっと今回ね書いてないんですが、まあ、よかったら両方覚えてほしいんですけど、個人的には胸三様のが出てくるイメージがあるんで、こっちを優先して書きました。で、ラスト。これ作者が滝沢馬琴って言います。滝沢馬琴です。で、馬琴が、これ長いんですけど、南に、総合の層、里を見る八の犬。南総里見八犬伝って言います。南総里見八犬伝。これ確かちょっと前に映画化されたやつかな、確か。あった気がするんですけど、結構有名な話です、これ。そう。読んでて楽しいですね、南総里見八犬伝。で、これが滝沢馬琴。これもセットで覚えておいてください。で、あとは、下ちょっとだけ入るか。あのね、オラが春。なんかイントネーションおかしくない？オラが春かな。これ小林一茶なんですけど、まあ、これも結構出てきます、一茶。あの、小林に一つの茶って書くね。小林一茶のオラが春とか、あとは東海道中膝栗毛とか、ちょっと入らないかな、なんで書かないですけど、まあそんなんもぜひね、覚えてもらえたらと思います。っていう感じですかね。ほんと詰め込みで全部ガーって話してきちゃったんですが、個人的な意見ですよ。意見ですけど、ひとまず、これだけ覚えておけば割りかし戦えます。相当難しい私立とか受験でもね、私立でなければ意外といける。そう。ただし、さっき言ったように、竹取物語と同じ時代のものを4つ選びなさいっていう。で、4つ全部今回出てればいいんですけど、そうもいかない場合もある。そうすると、例えば、じゃあそこに北条記と、
奥の細道があって、あ、北条と奥の細道は違うよねってわかるみたいな。で、二択に減らせるみたいな感じにまでは持っていけるはずなので、ひとまずここまで覚えてもらえたらと思います。ではね、ちょっと長くなっちゃったんですが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、作者をちょっと消しながら行くんですが、どうしよっかな。これ、青はいいかね。で、ここはね、全部有名なんでちょっと消しますよ。松尾芭蕉と井原西鶴と滝沢馬琴。待ってね、待ってね。で、定家も有名で、譜面はいいよね。で、健康奉仕、鴨の帳面、ここもだな。あ、これ全部か。なるかな。で、清少納言、紀貫之、式部。うん、全部だな。奈良のね、三つ、そっち、万葉集、日本書紀、古事記に関しては、こっちほど、そんなにっていう感じはするんですけど、まあ、ここまでやってるからね、全部消しときます。といった感じで使ってもらえたらと思います。はい、では本当にね、長くないとここまでご視聴いただきありがとうございました。で、次回は多分作品の方に行くかなと、まだ決定してないんですけど、まあ、次回また撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もね、ぜひご視聴ください。では、今回は、ごめん。今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。